ミーツポートは東京都文京区の東京ドームシティ内に2008年3月19日にオープンした複合商業施設。同地にはかつて後楽園球場が立地していた。同球場の解体後は東京ドームシティの第三駐車場とされ、毎年12月から翌年2月にかけては仮設劇場を設営し、ボリショイサーカスが開催されていた。しかし、 2004年から2005年シーズン途中にラクーアとミーツポートを建設することが決まったため終了することになった。2006年2月に着工。2008年3月19日に開業した。地上5階、地下4階建て、水道橋交差点付近に入り口が設けられている。地下4階にはミーツポート第2駐車場がある。各種飲食店とコンビニエンスストアが入居、水道橋交差点から、 東京ドームシティへ伸びる空中庭園3階にある東京ドームシティアトラクションズのパラシュートゾーンとつながっている東京ドームシティホールはミーツポートの地下3階から2階にある多目的ホール通称は TDG ホールホール会場前の仮称はミーツポートホールであったが会場した2008年3月から3年間クレジットカード会社の JCB が命名権を取得し JCB ホールとして呼ばれていた JCB との契約が満了となったのに伴い2011年3月31日から現在の名称に変更された東京ドームシティホール外観3階層のバルコニー客席レイアウトによっては撤去可能なエンドステージ観客とステージの距離を最大30メートルとした見やすいレイアウトホールに高性能の音響 照明設備を常設することで、楽器の持ち込みだけで、ハイレベルな音楽ライブが開催できる環境の実現が図れることなどが特徴で、収容人数は、スタンディング形式で最大3120人、エンドステージ形式で最大2507人、センターステージ形式で最大2754人である。同じ東京ドーム式に所在する、高楽園ホールと同様に、 ボクシングやプロレスの格闘技工業、さらにコンサート、パーティーなどに対応できる。また、日本テレビ、金ちゃん、&、カトリ慎吾の全日本仮想大賞の収録会場としても使われている。2008年3月20日21日、TOTO とボズスキャックスとのジョイントライブ、JCB ホールオープン記念イベントが、お年となった。同年3月22日23日、雪が、 ライブ、水道橋行き2008で日本人ミュージシャンとして初めてライブを行った。格闘技での落としは2008年4月5日の第436回ダイナミックグローブ。翌日には初のプロレス工業 01MAX が行われた。ただし、ボクシングプロレスよりプロシュートなどの進行格闘技の利用が多い。2008年から3年間。 J リーグアウォーズの会場として使用された。2010年から毎年夏季に開催されるジャニーズ事務所によるイベントサマリーは通算90公演を数える。また AKB48 グループ関連の公演、イベントも多く開催されている。この記事は以下のカテゴリでも参照できます東京ドームシティホールに関するカテゴリ JCB ホールに関するカテゴリありがとうございます。